今までヨーロッパ企画はいろいろやってきてるんですけど、なんか本公演というある、まあ、自分たちの中でのまあヒット作ではないけど、まあこれは劇団の中でもまあ一応商品だよねっていうものは埋めてきたんですけど、それ以外でなかなかこうこれも劇団の人気ラインですねみたいなことって今まであんまり作れてこなかったんですよ。もちろんまあ細々あるんですけど、それがドロステで、あ、これはもしかしたら本公演とプラス別のもう一つ何かできたかもっていう感覚があって、だからそれは遅まきながらですけど22年目とかに始めたことだから、まだここから先僕らが映画という場所でどういう伸びしろを持ってんのかも自分たちはあんま分からないですけど、でもなんかそんな気持ちで、要は本公演以外に武器ができたっていうのは嬉しいですね。だから25周年はせっかくだからやっぱりいろんな1年間バラエティに富んだ楽しんでもらい方をしたいなって思ってる中に、映画っていうのが一つ新作で入れられたのは面白いなと思いますね。絶対これまだ作られてないけど、これ作ったら面白いしお客さんは見てみたいはずだっていうジャンルが絶対あるはずで、それが今なんかヨーロッパ企画がやってる大きな動機だと思ってて、だからなんか僕らにしか作れない、明らかに僕らしかやらない方法論の作品をやってるので、なんかすごく新しい映画をそろそろ見たいぞって思っているお客様が反応してくださってるような気がするんですよ。でそれってやっぱりまだまだ新しいものなので、僕らも作り方わからないし見方もまだまだ分かられないことが多いけど、でもこれ絶対面白い可能性を秘めた方向へ向かってる確信はあるので、だからそういう気持ちで何かこう何か新しい始まりのようなものを見たいお客様にはとても良い作品だと思いますし、そしてそれを今回はちゃんとその映画じゃない、まだ映画ではないものを映画にしてくださるスタッフさんとキャストの方々に集まってもらえたので、だからちゃんと映画にもなってる手応えもあるし、お客様もだから新しい映画を見に来てくださいというふうに思っております。はい、ヨーロッパ企画さんとは2年前の舞台で初めてご一緒させていただいて、それからもう一回ご一緒させていただくタイミングはあったんですけど、このヨーロッパ企画さんが時間ものの映画を撮るよっていうニュースを見たときに、うわ出たいな、でもそんなこと言えないなってこう密かに思っていたので、まさか出られると思わずものすごく喜びました。嬉しかったです。最初は読み進めていきながら、これどうなっていくんだろうなっていう、もう終わりの見えない先の見えない感じがしたんですけど、途中からもう止まらなくて、ずっと次のターンどうなるんだろう、次のターンどうなるんだろうっていう、あくまでも日常なんだけどその中でちょっとずつこう積んでいくものがある感じがすごく好き、個人的にはすごく好きだったので、ああ今回もこんな面白い、うわー楽しみだな現場に入るのっていうワクワクが止まりませんでした。すごく自然が綺麗っていうのも聞いてましたし、すごくいろんな方が来られる場所って、この神社とかもお聞きしてたので、どんな場所なんだろうってドキドキしてたんですけど、本当にこうずっと川のこのせせらぎの音が聞こえてきたりだとか、深呼吸したら本当に美味しい空気がいっぱい吸えて、ずっといたいなと思いました。本当にこう浄化される感じがして素敵な場所だなと思いました。一ファンとして本当にご一緒させていただく前から舞台だったりいろいろ見させていただいてるんですけど、いろんな仕掛けがあるのに、それがバッてある一点で一気にこう重なるみたいな、つながるみたいな瞬間が、の気持ちよさというか胸
その中ですごく、なんだろう、大事な教えもあったりだとかなんだろう、すごい楽しい気持ちでずっと見ていられるのもそうですし、そういうなんかこうハッとする感覚もヨーロッパ企画さんならではだなっていうのがすごく好きなところですね。あと皆さんお優しいところです、とにかく非日常なんだけれども、だけども日常の中で起こっていることっていう、なんかこう不思議な感覚なんですけど、それがすごく温かくて素敵で魅力的で、なんかいろんなこう要素が詰まった作品になってるなと思ったので、私自身も完成がこんなに楽しみなことはないなっていうふうに思いますし、皆さんにもこう、なんだろう、前のめりになる感じがあると思うので、それを存分に楽しんでいただきたいなと思います。はい、でも。